はい、皆さんこんにちは、カリアですね。今回はですね、WCCF の方からですね、ある封筒が届きましたので、ちょっと中身を確認してみたいと思います。何入ってんだろうね、これね。早速開封していきましょう。お、はい、こちらですね。スターターカードプレゼントキャンペーン。ああ、これ確かに、や、4月頭でしたっけにやってたやつですよね。応募してたのすっかり忘れてました。ああ、これって確か、あれですよね、スターターパックに入ってるやつが、もらえるってやつですよね。中身見てみましょうか。はい。お、あ、これ。アイミカードも入ってるんですね。へぇ。あ、これは、いいな。これ、ちょっと開けますね。中身が、はい、この WCCF の紙っていうか、説明の紙と、アイミカードも入ってるんですね。これちょっといいな。アイミカードはいいですね。はい。で、一応、これ多分スターターパックなんでしょうね。中身見てみましょうか。どうしようかな。ちょっとハサミ持ってきます。はい、ということで、ちょっと切っていきましょう。よいしょ。ちょっと出してみましょうか。このカードがエクストラになってるとか、そういうことはないんですね。はい。じゃあちょっと見ていきましょうか。1枚目が、カシージャスですね。カシージャスは、どこだっけ？どっかに、ちょっとごめんなさい。覚えてないんですけど、どっかに今移籍報道出てますよね。はい。で、2枚目、チアゴシルバ選手。ん？チアゴシルバですね。あ、チアゴシルバですね。ディフェンダー。パリ・サンジェルマンですね。はい。3枚目。あ、フンメルス選手。で、長友選手ですね。長友選手、両サイド行けるんですよね。これちょっと使ってみたいんですけど、まあ、インテルはなかなかキアもあんまり持ってないんで、ちょっと悩みどころではあるんですよね。でも、結構使いやすそうなカードではありますよね。はい。ダニエル・アウベス選手を、バルサでお世話になってるアウベスさんですね。一応今シーズンでしたっけ？ 16-17 シーズンからユベントスに移籍した選手ですよね。はい。エジル選手ですね。ミッドフィルダーです。はい。コーチーニョ。おお。なんかもうミッドフィルダーっていうよりフォワードっぽいですね、この選手。これでも持ってないですね。多分。はい。デロッシ選手。おお。プレス。プレスディフェンスかなんかかな。ケビ。どうでしょう。はい。バーディ選手。バーディ選手のザ・ユニットかっこいいですよね、あれね。個人的にめっちゃ欲しいです。はい。バーディ選手ですね。はい。で、アグエル選手。おお、やっぱ数値高いですね。これは、なんだろう、KP。ちょっとわかんないですね、ごめんなさい。で、最後がマルコレウス選手。これはね、
ゼンバーの SOC かなを、ある人からいただいたのは持ってるんですけど、黒はこれ多分持ってなかったかな。マルコロエッセですね。はい。っていうことで、これ何枚入ったんだ結局。ちょっと数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚。はい。一応11枚か。なんか11枚になった。一応これで一つのチームは作れるけど、リザーブがちょっと足りないっていう感じなのかな。リザーブがないとチーム1個作れないですもんね。でもね、結構ね、強い、まあ、黒のこうやって強いカードも入ってるし、いいですね。でも持ってないカードがどれだろうな。意外に選手は黒持ってますね。バーディー選手は持ってなくて、デロス選手は確か持ってないですよね。コルシーニョ選手は多分持ってます。エジル選手はどっちだったかな、持った気がする。アウベス選手は持ってない。長友は持ってる。ウンメル選手は持ってなかった気がする。ワールドクラスはあるね。はい。でチアゴシューバー選手は持ってない。カシージャスも持ってない。でもこんだけついてっていうのはありがたいですね。これを使ってなんか企画とかやれたら面白いな。ということで、ちょっとまたこれを使った企画なんかも考えていきたいと思います。またね、企画の内容が決まり次第、報告したいと思います。はい。ということで、今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。またねー。